伊藤園、レディス2日目13日、クレートアイランドクラブ、千葉県6741アートパー72、上がり2ホールで3つ落として、予選落ち、評価する必要もないくらい情けないラウンド、コメントもないと切り捨てた渋野ひな子だったが、初めてという A 級シードを保持するレジェンド、不動友梨とのラウンドは学ぶべきことが多かったという。 18ホール通じてショットのブレが大きかったわけではないけど奥につけてもいいところと手前がいいところの理解ができていなかったとマネジメントに課題を残した一方ツアーで50勝を手にしてきた選手は正反対のゴルフを展開していたステディなゴルフというか 一度だけを奥に外した以外はミスなく回られていたアイアンの距離感の精度もすごい攻め方の安定度縦距離の精度ともに自分とはレベルが違ったそれ以上に差を感じたのがグリーン上下りのラインのタッチの出し方がすごかった最終ホール以外はファーストパッドでほぼお先に打てるところにつけて パタでで自分にスストレスをかけないゴルフでした。決まる場面は少なくともほぼ全てがジャストタッチ今日もパターが入らないなかなかここのグリーンを攻略できない打ち出したいところに打ち出せているがなんせラインが読めていないのでハイラインよなぁという自分とはここでも比較にならなかった言ってしまえば 全てにおいてまだまだだと感じさせられたさすが A 級シードを持たれている方という点を全部で見せていただきました不動も渋野ひな子同様にほとんどバーディーパッドが決まらずショートパットが悪かったとラウンド後に振り返ったがそれでもパープレーにまとめた不動の72に対して渋野ひな子は75 我慢の展開を強いられた中、守備の部分で如実に差が現れたそんなラウンド後に渋野ひな子は言ったいくらでも変われるし伸びしろもあると感じているこれからはもっともっと自分が変わることを恐れないように前を向いてやっていきたいスイング改造を経てさらに強くなってもまだまだ学ぶべきことはたくさんある それらが身についたとき、シンデレラはもう一段階強くなれる。モネ、感触は50点でも64賞金上へ、首位浮上。腰痛くても精密機械除し、ゴルフツアー伊藤園レディース第2日、2021年11月13日、千葉県グレートアイランドシーイコール6741ヤード。 パー72首位と2打差の3位から出た賞金ランキング1位の稲見もね、22イコールと蓄電デが8バーディー。ボギーなしで、この日最小の64をマークし、通3 0アンダーの単独首位に浮上。今季9勝目、通3 0勝目に大手をかけた。賞金2位のココアヤカ、21イコール富士通は1。 アンダーの13位。渋野日向子22イコールサントリー賞金3位の小祝桜二十23イコールニトリは共に予選落ち小祝は賞金女王の可能性が消滅した最終18番5メートルのパットをジャストタッチで沈めた8個目のバーディーで締めくくった稲見は締めくくった スコアカードの数字64に少しだけ違和感を覚えていた。自分がプレイしている感じよりスコアが出ていたと不思議な感想を漏らし、ショットはめちゃくちゃ調子が悪かった。感触としては40から50点と辛めの採点を口にした。10月の富士通レディースから痛みを抱える腰は万全ではない。痛み止めを服用してなんとか乗り切った。 完璧ななスイングもできない。それでも精密機械のように次々とショットをピンに絡めた5番は30ヤードのバンカーショットを 1m へ6番は残り112ヤードから9アイで 1m にぴったり7番では6アイで 2m につけて3連続バーディー後半も12番で 2m につけるとパー5の13番はにつけると 第3打を1.5メートルへ。14番で5メートルに乗せて2度目の3連続バーディーを完成させた。逃げ切ればツアー通算10勝目。22歳108日での大台到達は宮里愛の20歳105日に次ぐツアー歴第2位の年賞記録。73試合での達成は宮里愛の47試合。 アン・ソンジュの65試合に次ぐツアー歴第3番目の速さとなる。賞金女王レースは小祝いが脱落し、自身とフルコ西村の3人に絞られた。そこに特別に目標を置いているわけではない。目の前の1日1日をうまくこなすことに集中していると話すが、優勝賞金を積み上げれば初タイトルへ、 視界は明ける。伊藤園、レディス事前情報11日クレートアイランドクラブ千葉県6741アートパー7に、米ツアーの予選会旧シリーズ挑戦まで2試合となった渋谷にまさかの事態だ。伊藤園レディス開幕前日の11日木曜日 体調不良で練習をキャンセルした渋谷はマネジメント会社を通じて今朝からお腹の調子が悪く様子を見ていましたが今日は大事をとって1日休養に努めますとコメントを出した前週の t o t o ジャパンクラシックで2週連続優勝こそ逃したもののトップ10フィニッシュここ8試合で トップうちにしょうといい状態で秋の陣を迎えている中でのつまずきとなった来週の15日月曜日が誕生日の渋谷にとって今大会は22歳最後の試合問題なくティショットを迎えられることを祈るばかりだ渋谷腹痛で前日練習を急遽キャンセル今朝から調子が悪く 大事とって西洋伊藤園レディスは12日開幕女子ゴルフの国内ツアー伊藤園レディスは12日から千葉グレートアイランドシーで開幕する11日は指定練習日だったが支部のサントリーは腹板により練習をキャンセル今日は大事をとって1日西洋に勤めますとマネジメント会社を通じてコメントを発表した 渋谷は午前10時ごろにコース到着して、練習予定だったが、この日になってキャンセル、今朝からお腹の調子が悪く、様子を見ていましたがあまり良くならないので、今日は大事をとって1日西洋に務めますとコメントを発表している渋谷は10月の国内ツアーで2度優勝。 前週の東東ジャパンクラシックでも7位に入り直近8戦で7度のトップ10入りを果たすなど好調が続いている初日は山下美夢最後は真央と同組の予定稲見萌こ心綾香小岩さくらの賞金トップ3が同組渋谷も参戦国内女子ツアーの伊藤園 レディス・ゴルフ・トーナメントは12日千葉県のグレートアイランドクラブ6741ヤードパー72を舞台に開幕するいよいよ2020から21年シーズンも残り3戦となった賞金女王争いは佳境を迎えているがこの試合では現在ランキング1位の稲見もね同2位のココアヤカ 同3位の小岩井桜が同組に、稲見と古江は約400万里に苦白しており、白熱した戦いが繰り広げられそうだ。その他、渋谷、西村優菜、西郷真央、勝みなみ、山下美優吉田優里、大里桃子、 原えり花、上田桃子、菊池絵里香、渡辺彩香、高橋彩香といった選手たちがエントリーしている。